ちょっと待って、今日みんなさ、今日みんながちょっと考えてきてくれた質問にさ、ちょっとさ、おしゃべりしていこうと思ってるんだけどさ、ポケモンいつ頃始められそう？ポケモンか！縛りがね、困ってます。もともとね、ホロメンの卵を、ホロメンから卵をもらって、その卵で旅しようと思ってたの。ランダムで卵もらって、そう、ガチャガチャみたいな感じだよね。でも、あまりにもみんな、卵の産み方がわからないっていう。みんなもしかしたらめんどくさいのかもしれない。卵について調べるのが。なんか卵って、まあ、メタモンとか言ったら、まあもちろん卵できるんだけど、なんか卵グループっていうのがあったりして、結構卵って奥深いのよ。それを待つのもあれかなと思って。そう。で、じゃあ他のにしよっかっていう話でダイヤンをね、ちょっと前にまあ考えてたわけなんですよ、みんなと一緒に。で、深山であげる、おかゆ持ってんの？え、おかゆ卵を埋めるようになったの？ちょっと待って、待って、この、おかゆのポケモン卵を埋めるようになったの？ね、おかゆ！マジ？おかゆこんな時間に珍しいね。元気？おかゆは卵を産めません。ねえ、またそうやってさ、やめなさいよ。ねえ。勘違いじゃん。なんでみんなそうやってさ、ねえ。なんでそう、みんながそういうさ、そうやってなんかセンシティブですみたいなこと言うからなんかさ、私がさ、なんかスケベみたいな感じになるんじゃ、違うって。言葉のあやだって。誰が卵を埋めるのかわかんない。でもおかゆから卵もらおうかな。せっかくなら。